早速ですが、今回は力を入れて開発を急いでいるレールガン開発はどこまで来ているのか詳しく見ていきますね。 SF のような話ですが、実際に近い未来の話です。2022年が明けてから、北朝鮮が超音速弾道ミサイルとされる物体の発射を繰り返しているが、その脅威への対抗手段として、2022年の防衛予算に研究開発費が計上されたレールガンについて、1月12日に放送された BS 日テレの真相ニュースで、小野寺一則元防衛省と小原凡司笹川平和財団上席研究員が出演して語った内容から、その実力と可能性、そして今後の課題などについて語っている。最近話題に上ることの多いレールガンだが、どのようなものであるか一口に言うと、火薬を使用せず、2本の通電性の良いレールに高電力を流し、その電気エネルギーによって磁場を発生させて、レールに乗せた弾体を射出する電磁砲とも呼ばれる次世代兵器を指している。試験試作段階で、200km 以上の長距離射撃が可能で、理論上では、火薬で発射する、銃砲や燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べて、低コストかつ連射が可能であるとされ、飽和的ミサイル攻撃などへの対処が可能とされている、兵器とされている。防衛省が、これまでに試作したレールガンの発射試験では、発射初速は 2300m/秒 で、約マッハ6の初速が観測されたが、戦車砲の発射初速1700から1800ms を上回っていて、防衛省の構想では中国、ロシア、北朝鮮が急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾の対処手段として期待を寄せており、2022年の防衛予算において65億円の研究開発費を計上している。真相ニュースの中でキャスターからのレールガンを開発するメリットとは？との質問に対して、小原上席研究員は、弾体を非常に高速で遠い目標に到達させることができるものであると考えていて、ミサイルなどに対しても、弾体が到達するまでの時間が短く、連射が可能と聞いているとして、アメリカ軍による地上試験では、射程 370km との報告があることと、連射性能の向上の可能性に触れた上で、弾体に火薬を入れて爆発させずとも、高速による破壊力が期待できると語った。そして、キャスターからの強力な磁場を発生させるには、そのための装置が必要になるのか？との質問には、アメリカが10年間開発を続けてきて、うまくいかなかった理由として、高電力を出力する、電源装置の開発が難しかったことを挙げ、特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置の開発が難しかったことが、その理由であろうと指摘した。また、現状において、艦載が可能な艦艇として、統合電源システム、IPS を持つ、ズムボルト級駆逐艦を挙げ、IPS が、大きな電力を、必要な箇所に、集中的に配電できるシステムであることから、レールガンの発射は可能であるとしながらも、発射に高電力を要することで、他の電子装置が使用できなくなるために、艦載は難しいとした上で、日本では、このような電源システム関連の研究が進んでいて、技術の優位性があるとした。次に、小野寺元防衛省が、現在では、発射されたミサイルを撃ち落とすのに、非常に高価なミサイルを使用する現状に対して、低コストで、連射が可能なレールガンの有用性をどう評価しているかとの質問に対し、以前2012年に、初めて防衛省に就任した時から、レールガンについては周知していたとして、多額の費用がかかる、ミサイル防衛システムに代わる、次世代のシステム研究をしっかり行うようにとの指示を出したことを明かし、2017年に2度目の防衛省に就任した際には、試作機が製作過程にあって、その段階において、かなりの性能を持つことを感じていたと語った。そして、さらに、
小野寺元防衛相は、現在、自由民主党内の防衛大綱を議論するワーキングチームの座長との立場から、レールガンの性能向上のために予算計上など応援をしているとし、小原研究員と同様に、日本が持つ先端的な電気関連システム研究に期待を寄せているとした上で、陸上配備で対応可能としながらも、日本の専守防衛の観点から飛来するミサイルと撃ち落とすには航空機への搭載も視野に入れつつ、日本にとって必要な装備の一つとの認識を示した。さらに、番組ではレールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性について触れ、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的な軌道を見せるとされる極超音速誘導弾の迎撃に本当に有効か、そして今後巨額に膨らむ可能性が指摘される研究開発費問題などについて両氏に質問が飛ぶ。電源問題については小原研究員も、実用化への一番大きな問題であるとして、電源を常時確保できる環境になければ蓄電池などの装備が必要となり、その場合は放電した後の蓄電に時間がかかり連射ができないことを指摘した。しかし、電源システムや蓄電池の技術において、日本は世界でも優位であり、今後レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったなら、電源システムで、その優位性を生かすべきと述べた。また、極超音速ミサイルの変則軌道への対応については、小野寺元防衛相が、このレールガン一つで防衛システムを構築するものではなく、イージスシステムや PAC-3、ペトリオットなどの現在のシステムも合わせて複合的に防衛するものとした上で、レールガンも含めて飛来する目標に標準を合わせて当てるということだけの発想に関わらず、当たらないまでも近距離で炸裂させるなど、様々な可能性を研究すべきで、それはまだ始まったばかりだと述べている。また、小原研究員は、極超音速ミサイルについて、速度が上がるほど、その運動性が低下することを指摘し、高度を下げると、空気抵抗によって速度が低下することから、変速軌道を取れるのは、空気が薄い高高度で、目標に近づいて高度が下がれば、最後にはまっすぐ落ちてくると指摘し、その際に、レールガンの連射で迎撃ができれば、超音速でも、撃墜は可能とした。レールガンの開発は、1960年代から構想があったが、本格的に動き出したのは、ここ10年ほどのことで、実現性を疑う声もある。ただ、小野寺元防衛相は、在任中に、防衛省幹部が、レールガンに寄せる期待と情熱を感じたとして、防空面だけでなく追艦攻撃への活用などへの構想もあり、実現する可能性は、高いとしている。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までにテストを終えて実用化に進むかどうかを注目したいと述べた。小原研究員は、2028年までに開発を終わらせることはかなりの速度であり、日本がこのように急速な技術開発を進められることを具体的に見せることで、抑止力を高めることにつながり、さらに、日本が主体性を持ってアメリカと共同開発を進めていくことで、中国がこれまで主体性がないと見ていた日本を見る目が変わっていくだろうと語った。そして、日本がこの先、革新的な技術さらに高めて、ゲームチェンジャー的なものを開発し続けられるようになれば、日本に手出しすることを躊躇するようになり、強いては、戦争を起こさないことに、つながるとして、小原研究員は、日本の技術を生かした、新しいゲームチェンジャー技術をどんどん進めるべきと結んだ。
政府の重い腰も、ようやく、少しだけ上がり、敵基地攻撃能力の保有と、戦闘機での敵基地攻撃について、閣議決定されています。今回は、日本のミサイル防衛システムを詳しく見ていきます。南西諸島の島民の間では、危機感が以前と比べて増しています。なぜ、沖縄県知事とメディアはわからないのでしょうか。中国の記事をなぜ書かないのか、ようやく県民も気づきました。2022年は、年頭より、北朝鮮によるかつてないペース、間隔での弾道ミサイル、巡航ミサイルの発射の多発で始まった感が強かったが、この行動には、日本のミサイル防衛は機能するのかという、根源的な命題を突きつけたとも言えるだろう。もとより、日本のミサイル防衛は、核弾頭を、搭載可能な弾道ミサイルの迎撃に重点を置いて構築されてきたが、発射時より、弓なりの軌道を描いて飛翔し、着弾地点の予測が、比較的に容易なそれらに対処する仕様となっている。そのため、近年北朝鮮が打ち出している、変則的な軌道を可能とした弾道ミサイルや、もともと低空を飛翔して、目標に向かう巡航ミサイルの出現は、この日本のミサイル防衛の根幹を揺るがす大問題であることは、間違いない。しかし、日本にとって幸いなのは、北朝鮮と最短距離で対峙する韓国軍と在韓アメリカ軍の存在であり、それらが備える戦力を考慮した場合、北朝鮮が、現実にミサイルを用いた、先制攻撃を行う可能性は、低く保たれている。これは、北朝鮮が、仮に先制攻撃を行ったとしても、韓国軍と在韓アメリカ軍が保有する、ミサイル戦力の反撃によって、自国が被る損害の方が圧倒的に上回ることを理解しているからであり、報復的な抑止力が機能しているゆえだ。同様に、韓国以上に、周囲に敵の多いイスラエルでは、アイアンドームと呼ばれる、ミサイルのみならず、もっと小型で簡易なロケット砲すら迎撃する、防空網を構築しており、高い有用性を、これまでのところ発揮している。ただし、イスラエルのアイアンドームといえども、敵のミサイルロケット弾を迎撃するには、その目標1件に対して、2発の発射を行う必要があり、究極的な飽和攻撃を仕掛けられてしまえば、完全な防御が可能とまでは言い切れない。台湾もこれと似た状況であり、圧倒的に優勢な中国軍に対し、対照戦での対峙は困難だと考え、多数の地対空ミサイルを配備して、中国軍の航空機の接近を阻止する戦術をとり、これによって、防空網を構築しているとみなせる。日本では、近年、尖閣諸島周辺海域への中国の圧力の高まりを受けて、中国海警局や、その背後に控える中国海軍の艦艇の同海域への接近阻止を機として、2019年3月に、奄美大島、2020年3月に、宮古島への、1式地対艦誘導弾の配備を行っている。1式地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が、2016年より、導入を開始した兵器であり、第二次世界大戦以後の冷戦期には、日本が国土に侵攻される可能性があるとすれば、これは、旧ソ連による、北海道だとする考えから、対象を移したものでもある。ゆえに、1991年の旧ソ連の崩壊から、8年後の1999年、南西諸島方面の防衛を鑑みて、熊本県の県軍駐屯地において、西部方面隊霊下の部隊として、第5地対艦ミサイル連隊が編成され、同部隊に、1式地対艦誘導弾の、優先的な配備が行われてきた。1式地対艦誘導弾は、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器であり、陸上自衛隊では SSM-1、改めと、呼称されており、
最大射程距離は、推定値だが、約 200km 弱と、今となっては長射程と言えるほどではない。このため、一蓋式地対艦誘導弾は、2017年以後には、さらなる超射程化が進められていたが、2020年12月18日には、当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された、新たな防衛力整備の一翼を担うこととなった。ここでは、新ミサイル防衛システムの整備と、スタンドオフ防衛能力の強化の2点が明示されており、一蓋式地対艦誘導弾は、このうちの後者に該当し、南西諸島等の島嶼部への敵艦艇の接近阻止を目的としている。具体的には、前述のように、現状約200キロ弱と思われる人に、敷地対艦誘導弾の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から、攻撃が可能な形に延伸するものでまず約900キロを取る。最終的には、約1500キロメートルを目指すものと召されている。また、現在の重装輪車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦仕様、艦艇への搭載による艦対艦仕様等。運用するプラットフォームの多層化が掲げられており、それらを、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型と定義した。ちなみに、前者の新ミサイル防衛システムの整備とは、ブースターの落下位置の担保がでかつ導入が撤回されたミサイル防衛システム、イージス・アショアの代替策のことであり、これに特化したイージスシステム搭載艦艇2隻の建造を指している。ただし、個人的には、この新ミサイル防衛システムの整備は、冒頭でも述べたように、従来通りの着弾地点の予測が比較的に容易な弓なりの軌道を描いて飛翔する弾道ミサイルに対処することを意味しており、今後の形骸化が懸念点に思える。全く無意味だとまでは言い切れないが、現在、すでに中国やロシアが配備を進めてきている極超音速兵器を前にしては、これらを確実に迎撃できる可能性は、極めて低下している感は否めず、かなり不確実なものにならないのかが、非常に心配だ。太平洋戦争の敗戦によって、憲法上の建前としては、軍隊の保有すら禁じている、日本にとって、相手国からの弾道ミサイルに対抗する方法として、その迎撃に特化した、防空網の中心に、これを強化することは、専守防衛の理念にも合致していた。つまり、それは、あくまでも防御的な兵器であるから、日本がそれに類する兵器を開発、保有することに問題はないと、政治的にも定義してきたわけだが、現状では、これを迎撃することによって、無効化しようという、方策は困難になってきている。すでに、この段階に差し掛かった時点で、であれば、敵が日本を攻撃することを躊躇させるためには、報復的な反撃が可能な兵器を保有するしか、現実的な対応策はなく、一蓋式地対艦誘導弾をベースとする能力向上型は、それに準拠した兵器となり得る。現行の一蓋式地対艦誘導弾は、中途段階で、管制誘導や GPS 誘導を行い、終末段階では、アクティブレーダーホーミング方式で誘導を行うが、中途段階の誘導方式を鑑みれば、物理的には限定的ではあるが、対地攻撃への転用も可能だと思われる。この点は、日本が、専守防衛を国是として掲げているために、正面を切っての議論は、避けられているようにも見えるが、敵からの攻撃を思いとどまらせる抑止力としては、これを再定義する議論を棚上げしたままでは、さすがにまずかろう。日本が、対地攻撃能力を有する兵器を保有することは、敵基地攻撃能力にあたると、マスコミ等でも指摘され、
おおむね、推進派は、敵ミサイル等を事前に破壊するために必要だと言い、反対派は、攻撃的兵器は、日本は保有すべきではないと言っている。しかし、推進派の敵ミサイル等を事前に破壊するために必要だという理屈も、敵ミサイルの発射用のプラットフォームが多層化されている現在では実現することは、甚だ困難であり、先制攻撃された後の反撃に必要だと唱える方が現実的ではないだろうか。すでに、中国は、アメリカと旧ソ連、現ロシアが、2019年まで締結していた INF、中距離核戦力全廃条約の陰で、自国は、それに拘束されないことを逆手にとって、同条約で禁じられていた、500〜500km の射程を持つ、地上発射型ミサイルを多数配備している。早速ですが、今回は、日本が新開発しているある、特殊な素材を、詳しく見ていきます。最新鋭戦闘機開発に使用される技術を日本は開発しています。窒化ガリウム技術は、現在多くの電子部品に投入されてきています。身近なところで、スマホの充電器でしょうか。結構窒化ガリウムが採用されている充電器は高速充電できます。発熱を抑える効果があるので、それだけ出力を解放できるんでしょうね。では見ていきます。2022年2月15日。イギリスの国防省が戦闘機用の戦車について日本と共同での研究を行うことに合意したと発表し、久々に日本の航空自衛隊の次期戦闘機開発に類する具体的な動きが報じられることとなったように思える。このイギリスと日本との戦闘機用の戦車に関する共同研究は2022年4月からイギリスのスコットランドで始められる予定であり、イタリアの防衛産業大手企業の現地法人であるレオナルド UK が、その舞台となる模様だ。レオナルド社は、イタリアを、そして、ヨーロッパを代表する、軍需企業の一つであり、その地で、一応の共同開発で生み出された、ユーロファイタータイフーン戦闘機のレーダー開発も担っており、今回の運びとなったと言える。こうしたヨーロッパでの協業作業の経験と経緯から、戦闘機用戦車類について、先進の技術を有するレオナルド社、そして、その、イギリス現地広報人たるレオナルド UK 社が選択されたと言えそうだが、日本からすれば新展開だろう。今回のこの共同研究は、ジャガー、ジャパン&グレートブリテンユニバーサルアドバンスド、RF、システムと、呼称されており、これに用いられるユニバーサル RF 戦車技術は、非常に高度な索敵、能力を実現するという。レオナルド UK 社によれば、その新型戦車は、従来のものに比して、
1万倍以上にも相当する戦場でのデータ収集が可能であり、これまでにないほどの速度での敵の検出を行う能力を発揮するものだと説明されている。さて、日本の航空自衛隊の次期戦闘機開発だが、今回のレオナルド幽閉車との戦車類と同様に、イギリスのロールス・ロイス社との機関部の共同研究や開発が進められることとなっており、海外勢との連携強化が行われている。今後は、技術支援を仰ぐアメリカのロッキード・マーチン社との正式な合意と契約締結が予測されると思われるが、当初より、アメリカ企業からの技術支援は必須と見られているだけに、こちらの進捗も気になる部分である。少しこれまでの日本の次世代戦闘機開発の流れと方向性を振り返ってみれば、現行の F2 戦闘機が退役を開始するであろう2035年前後での導入を目指し、その代替機とする戦闘機をいかに調達するのかという点からスタートした。次世代戦闘機は、1日本が独自に仕様を定め、完全に自国内での単独開発を行うのか、二同様に戦闘機を欲している他国との共同開発を行うのか、三すでに他国で開発された戦闘機に改良を施すのか、という三つの方向性があった。2022年2月の現時点までの状況から考えてみると、3の線は選択肢から除外されているものの、1と2の折衷案で進んでいると捉えることもできるといえ、この方向での具体化が今まさに進められている最中だと思える。すでに3年以上が経過しているが、2018年12月18日に時の内閣が閣議で決定した方向性は、国外の関連企業との連携を視野に入れつつ、日本が主導する戦闘機開発を推進するというものであり、自国主導の方針を強固に打ち出したものだった。実際に兵器を運用する自衛隊サイドから考えても、日本の国情に適した仕様を追求可能な国産化は、理にかなった選択と言えそうなのだが、これに、費用面、つまり、経済的な合理性までを加味すると、その実現の困難さが高まってくる。日本の航空自衛隊でも、導入を進めている、アメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機タル F-35 ライトニングには、すでに、開発費の総額は、6兆円を超過しているとも言われ、今後も継続されるアップデートを考慮すれば、もっと増える。ことに、いわゆる第5世代戦闘機で、顕著となったのは、機体単機の製造コストに止まらず、両機や友軍の他の戦力との、膨大なデータリンクを実現して搭載する兵装を駆使する、いわば、ウェポンキャリアと戦闘機が化していることも無視できない。こうした新たな戦闘機の使用に向けた概念に対して、それを日本が独自に世界的に見ても遜色のないレベルで開発することは至難の業だと思われ、その視点こそがロッキード・マーチン社を技術支援先に挙げている最大の理由だろう。近年の世界的な戦闘機の運用は徐々に数を増加させている第5世代戦闘機の存在はありつつも、従来の第4世代戦闘機に近代化改修を施し、一部に限定的なステルス性能やレーダーセンサ類を強化することで延命されている状態にある。これは実際の戦闘や戦争に戦闘機が投入される状況がかなり減少し、高価な戦闘機を物理的な寿命を伸ばすことで対応可能としている、ある種好ましい事態とも言えるものであり、およそ半世紀にも達する機体も中には出てきている。それは非常に稀な例だとしても、およそ30年前後は現在の戦闘機は使用されることを前提としてきたこともあり、日本でも今後の次世代戦闘機を同様のスパンで開発、運用する意図を持って、その計画に着手していると思われる。
ただし、アメリカ空軍が、現行の最初にして、最強の第5世代戦闘機であるロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターの代替機と位置づけている NGAD、ニュージェネレーション・エア・ドミナンスは、これを覆すコンセプトだとも予期されている。アメリカ空軍の次世代戦闘機たる NGAD は、従来の長期にわたる戦闘機のアップデート対応を中止し、およそ8年単位で新型機を投入しながら、常に機体を最新の状況に保つことで、トータルでのコストを低減させるように企図されているとみられる。こうした戦闘機の矢継ぎ、ぎばやな投入は、かつての1950年代にアメリカ軍が行った同様の計画になぞらえて、デジタルセンチュリー計画とも呼ばれており、すでに、その試作機は飛行を終えていると明かされて、現在に至っている。このアメリカ空軍の NGAD についての情報は、ここ最近の戦闘機開発のトレンドを180度転換する可能性があるが、機体そのものや製造した企業等については、何も公にされておらず、現時点では、近々に実現されるのかにも疑義は、ある状態だ。個人的には、現行の F-35 ライトニング2で、西側の最新の戦闘機市場を一手に握っている、ロッキード・マーチン社の関与は、間違いないのではないかと思えるのだが、続報が全くと言って良いほどにない現在、実用化は、未だ先の話なのだろう。2021年6月に、アメリカ空軍のブラウン参謀総長は、現行の F-22 ラプターを代替する NGAD には、同機をはるかに凌駕する航続距離と、兵装の搭載量を実現すると述べており、高まる中国軍との対峙を、視野に広い太平洋での作戦行動を念頭に置いているようだ。そのため、NGAD は、より、多くの燃料を積載し、かつ、より、多くの兵装を、胴体内のウェポンウェイに収容するため、かなり大型な双発機となり、現行の戦闘爆撃機を、さらに高機能とした機体となる、可能性が高いのではないかと推察される。日本の次世代戦闘機は、今年2022年度より、本格的な設計に着手するスケジュールとなっているが、こうしたアメリカ空軍の NGAD 等のあり方が、どのような影響を及ぼすのかにも留意して、今後の続報を待ちたいと思う。毎年の国家予算を見れば、すぐお分かりですが、防衛費は年々増額されていますね。GDP 比 1% 以内と言っていたのは、最近のことだと思っていましたが。増額の理由は、お隣中国の軍備力増大です。現在では、急務となっている防衛戦略の立て直しを図っていると思われます。今回は、国民一人当たり、
防衛費負担額をランキングで紹介したいと思います。2020年度の国民一人当たりの防衛費負担についての防衛省の発表によると、年間約4万円ということです。一人暮らし世帯の年間電気代が約6万円と計算されているらしいので、比較すると、負担としては安いのではないかという意見もあるようです。まあ、これは個人個人の感じ方によるところが大きいでしょうから、一概に断定するわけにはいかないと思われます。世界の国々の国民一人当たりの年間国防費負担も防衛省は調査しています。それによると、さすがは軍事大国と言うべきか、アメリカは22万円で日本の約 5.5 倍という計算になります。オーストラリアと韓国は約12万円と言われますから、日本の3倍ですね。こう見ると諸外国と比べてGDP の 1% 以内に抑えられている日本の防衛費はかなり少ないじゃないかという意見も頷けるところがありますね。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所は2020年の世界の国防費支出ランキングを発表しました。それによると、1位は当然アメリカ、2位がやはり中国、3位がインド、4位はロシア、5位がイギリスという結果になっています。この5カ国で世界の軍事支出 62% という大きな割合を占めているのです。この順位はなんとなく妥当という気がしますね。すべてが原爆を持っている国ということを覚えておいてほしいものです。6位以下はサウジアラビア、ドイツ、フランス、日本、韓国という順になっています。日本の順位が上位なのは意外な感じがしますよね。金額的には日本は491億ドル、韓国は457億ドルなので、国家予算規模から見ると大差はないのですが、国民一人当たりにすると差が出てくるのは人口の差のせいです。韓国国民一人当たり負担と比較すると、人口の多い日本の国民一人当たり負担額は3分の1ということになるのです。防衛費負担の話題を持ち出した理由ですが、台湾有事や尖閣諸島有事を想定した岸田首相が掲げる敵基地攻撃能力の保有、次期戦闘機開発、空母の保有等々、近代兵器価格の高額化などによって、今現在の防衛費額では、到底間に合わない状況になっていることがあります。また、どの産業でも同じですが、自衛隊も人手不足に悩んでいます。国家公務員とはいえ、現場の肉体労働ですから、敬遠されることもあるのでしょうね。キャリア組などの事務職は、競争率が非常に高いようですが、人員不足を補うために、新人を採用するには、まず、福利厚生面の向上、給与などの待遇改善が一番の方法となるでしょう。自衛官を増やすための待遇改善に向けた予算を確保しなければならないのです。そのためにも、国民に防衛費を GDP 2% 以内まで引き上げることに対する合意を得るためのきっかけにしたいという意図があると考えられています。こういった防衛省の動きですが、コロナ禍で日本の国家財政が疲弊し始めている中で、防衛費を増やすことに対しては賛否両論があります。当然といえば当然ですね。失業者も自死者も増えているのに、国は何ら手を打たないで自己責任という冷酷なフレーズを振りかざし、放置している。大げさな表現をすると、一般国民は死なせながら公務員を増やすのかという疑問は、多くの人が感じているはずです。だからこそ、他国と日本を比較して公表することで、少しでも国民の理解を得ようとする、いわば苦肉の策とも言えましょう。2021年10月26日、アメリカの外交、
安全保障専門のシンクタンク新アメリカ安全保障センターが、毒ガエル戦略という、なんとも気味の悪いタイトルの報告書を公表しました。報告書によれば、中国が台湾侵攻に先駆けて、現在、南シナ海で、台湾が実効支配しているプラタス諸島、中国語名、アズマスナ諸島を先制攻撃して占領するという想定で、模擬戦を実施したが、仮にアメリカが介入しても、中国との全面戦争を覚悟しなければ奪回することは不可能だということです。このシンクタンクが行ったシミュレーションを紹介します。2025年中国人民解放軍海軍陸戦隊特殊作戦兵旅団が、訓練のふりをして、プラタス諸島、台湾軍関係者など500名ほどが常駐に奇襲上陸、制圧し、この500名を捕虜として拘束。その上で民間人などを送り込み、居住させながら、軍事基地として支配すると予測しています。その後、南シナ海での軍事演習などに力を注ぎながら、台湾に圧力をかけ続け、プラタス、東スナ諸島占領正当化を世界に主張し続けていくでしょう。そして、ロシアがクリミア半島を併合した時と同じように、台湾のプラタス諸島奪回への動きを内政干渉として拒絶する姿勢を続けていくことになるだろうとも予想しています。横取りした土地を返せというのは正当な主張ですが、それを力でねじ曲げようということです。歴史的に見ると、多くの国がやった手法ではありますが、現在では通用しないと思いたいものです。軍事力では、台湾は、中国には、到底叶いません。つまり、台湾単独では、プラタス諸島を奪い返すことは無理でしょう。頼りにしているアメリカが、中国との全面戦争を危惧して、諸島奪回に動かないとすれば、台湾は、アメリカ軍を駐留させた上で、中国の強引な抗戦的行動を世界にアピールしながら、外交努力を続けなければならなくなるでしょう。中国が交渉のテーブルにつく条件は、まだ台湾本土からのアメリカ軍撤退でしょう。同時に、アジアにおけるアメリカ軍の存在が地域の平和を脅かすものだと主張するだろうと、新アメリカ安全保障センターは報告書で指摘しているのです。また、アメリカが中国との全面戦争を覚悟して対応しなければ、中国の先制攻撃を防ぐことは困難と結論つけた上で、中国のプラタス諸島や台湾本土への侵攻を思いとどまらせる抑止力になるのは、侵攻して得られる利益より損失の方が大きいと認識させることというのが報告書の結論です。日本の衆議院議員選挙の直前に、この報告書は公表されました。しかし、国政選挙の大きな争点になったはずのニュースは、争点にならないばかりか、マスコミでもほとんど取り上げられることはありませんでした。どこからかストップがかかったんでしょうか。衆院選挙の結果、岸田内閣が発足しましたが、外務大臣には、日中友好議員連盟の会長でもある党内でも、親中派として名高い林芳正氏が就任しました。この時期に、親中派の林氏が外相になっていいのかという懸念の声もあったようです。その声に対応するかのように、林外相は日中友好議員連盟会長を辞任しました。が、中国の訪問要請を受け、前向きに訪中を検討していると、テレビ番組で発言したので、SNS などが炎上しただけでなく、自民党内からも批判する声が上がりました。現時点での中国訪問は、中国に対してだけでなく、国際社会にも、日本は中国を支持しているという、間違ったメッセージとして受け止められてしまう、恐れがあったからです。岸田首相の考えでは、親中派の林外相を置いたことで、
軍事的にはアメリカと同調しつつ中国との対話路線も進めていこうという意図があったのかもしれません。個人的には硬軟合わせたあらゆる道を探すべきと思われるので賛成なのですが、政府が進めるべきは中国による台湾や尖閣諸島への侵攻を諦めさせる抑止力を整備することが肝心で、敵基地攻撃戦力として現在開発中の国産トマホークとも言うべき長射程型の12式地対艦ミサイルの配備を急ぐことという意見があります。こうすることで中国艦隊の尖閣諸島や南西諸島への接近を抑止できるのではという見方もあるのです。この対艦ミサイルを中国本土までも射程に収める長射程の対地巡航ミサイルとして発展させるという考えもあります。そして南西諸島や九州地方に数多く配備すれば、核弾頭を持っていない、原爆を持っていない日本でもかなりのプレッシャーを与え、抑止効果を発揮すると見られるのです。こういった整備には、言うまでもなく、巨額の予算が必要です。そのために、防衛費増額は必須であり、しっかりと責任ある説明を行って、国民の理解を得ることが、まず最優先でしょう。そして、韓国やオーストラリアと同等の国民負担をお願いし、兵器開発を進め配備も促進させ、同時に自衛隊員の待遇改善を行って人員不足解消に努めるべきではないかと思われます。2021年度の F-35 戦闘機生産数が発表されました。なんと、世界の工場で142機もの大量生産でコストダウンへもつながっています。今回は、この F-35 戦闘機製造ラインを詳しく見ていきますね。日本でも空自向けが6機生産されています。少ないと感じているでしょうが、今後もっと量産していく計画です。日本人のお家芸が量産技術に生かされていきます。粗悪ラインとは違いますよ。現在、アメリカにとっての同盟国、友好国を中心に、導入が加速している戦闘機が、いわゆる第5世代戦闘機と称されるロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2の一連のシリーズだが、このほど昨年2021年の同期の生産数が公表された。ロッキード・マーチン社によれば、
2021年中に製造された F-35 ライトニング2の総数は142機に達したとされ、一昨年の2020年春先より、新型コロナウイルスの世界的な蔓延で生産の鈍化が指摘されて以降、立ち直りを見せている。F-35 ライトニング2を製造する工場は、現在までのところ、アメリカのテキサス州のフォートワース、イタリアのカーメリ、日本の愛知県にしか、水害郡と与山町の3カ所に限定されており、それは FACO 最終組み立て検査施設と呼ばれている。日本の愛知県にしか、水害郡と与山町とは、三菱重工業者の名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場のことを指しており、この工場では、2015年12月より、F-35 ライトニング2の生産工場として稼働を開始、日本の航空自衛隊向けの製造を担っている。この小牧南工場では、ノースロップ・グラマン社、ロッキード・マーチン社、BAE システムズ社から送られてきた F-35 ライトニング2の機体各部と、IHI 社がライセンス生産を行う機関部を組み上げて製造を行う工場である。IHI 社は、アメリカのプラット&ホイットニー社より、F-35 ライトニング2用の専用エンジン、F-135 のライセンス生産を手掛けており、こちらは、同社の、相馬、および、呉等の工場で製造された部品を、東京のみすほ、工場にて、組み立てを実施している。これらの IHI 社の工場群は、日本の防衛省、航空自衛隊が、1年間で最大6機の F-35 ライトニング2の調達計画を敷いていることに対応したキャパシティを持っており、今後は製造に止まらずメンテナンスにも対応するものと思われる。こうした IHI 社のエンジンのライセンス生産のキャパシティに沿う形で、三菱重工業者の小牧南工場は稼働を行った結果、2021年は計画通りに全6機の F-35 ライトニング2の最終組み立て、検査を完了させている。ただし、こうした日本の FACO 最終組み立て、検査を行う小牧南工場のリリース数が6機であることを考慮すれば、残りの136機は、アメリカとイタリアの2カ所で生産が行われたことを意味し、その桁数の違いには少し驚かされる。一昨年の2020年までに F-35 ライトニング2の採用を決め、調達を進めていた国は、アメリカ、イギリス、イタリア、オランダ、ノルウェー、デンマーク、ベルギー、ポーランド、イスラエル、オーストラリア、韓国、日本、シンガポール等があった。そうした中で、2021年に、F-35 ライトニング2の採用を確定した国としては、まず、スイスとフィンランドがあり、通常滑走路使用の A 型を、前者が36機、後者が64機調達することとなり、新たな採用国として、その名を連ねた。検討中の国としては、カナダ、ギリシャ、スペイン等があるが、中でも、カナダは、88機の導入の可能性がある、大口の見込み客であり、今年2022年中には、競合の F-A18 スーパーホーネット、グリペン E との比較から、最終的な判断を下す予定である。そうした中で異端なのは、もともとは、F-35 ライトニング 2A 型を100機以上調達する計画を持ち、機体の部品の製造まで手掛けていた、トルコであり、同国が、ロシアからの S-400 地対空ミサイルの取得を強行したために、アメリカによって、それを凍結させられている。アメリカが、トルコに、この制裁を下したのは、2018年のことだが、トルコ自体は、2008年より、首都のアンカラのトルコ航空宇宙産業、TAI の工場に似て、2008年より、自国分を含む F-35 ライトニング2の機体の部品製造を手掛けてきた。しかし、2019年7月に、トルコが、アメリカの意に反して、
ロシアンからの S-400 地対空ミサイルの導入を強行したことにより、トルコへの F-35 ライトニング2の引き渡しは中止され、部品製造からも締め出される事態となっている。トルコ航空宇宙産業 TAI の工場が F-35 ライトニング2用に製造していた部品の点数は総数で900余りの多岐にわたっていたため、当初は同期の世界的な生産ラインへの影響が懸念され、アメリカでも制裁に反対の声も聞かれた。しかし最終的にはアメリとしては絶対に容認することのできない事案として、ロシア製の兵器調達を強行したトルコへの制裁を行わないという判断は政治的にも下すことはできず、ここではアメリカが面向を優先した形とも言えるだろう。ここでのトルコや元ロシアとの軍事的なつながりが深く、多数の兵器を調達しているインドなどの新興勢力は、従来のアメリカ寄りかロシア寄りかという二択から外れた動きも見せており、アメリカ優位の体制は一部で揺らぎつつある。こうした F-35 ライトニング2をめぐる不確定な動きとしては、中東のアラブ首長国連邦も同様であり、2017年頃には同国が同機の導入を希望していることが明らかとなっており、その行方がいかなる結果となるのかにも注目が集まっていた。この動きはアラブ首長国連邦が長年敵対してきたイスラエルと国交を結んだことで、イスラエルの後ろ盾でもあるアメリカとの関係も改善され、2021年1月には F-35 ライトニング 2A 型を50機調達する契約が締結され、新たな採用国と目された。ただしこの前トランプ政権がアラブ首長国連邦と取り交わした F-35 ライトニング 2A 型の売買契約は、後を受けたバイデン政権によって同国が行ったリビアやイエメンに対する爆撃を理由にペンドとされ、2021年12月には中断が発表され現在に至っている。このほかアラブ首長国連邦と同時用に F-35 ライトニング2の調達を希望しているものの、アメリカ側の判断でこの希望を果たせていない中には台湾があり、こちらは2019年8月に代替案の F-16 ファイティングファルコンの最新型 V 型の導入で我慢させられている。中国軍の侵攻による台湾有事の発生も叫ばれる中、これをバックアップするはずだと見られるアメリカではあるが、第5世代戦闘機の最新型ガル F-35 ライトニング2を台湾に供給することについてはかなり後ろ向きだと言わざるを得ない。これは表面上は中国との対立姿勢を崩さないように見えるアメリカが、現実にはいたずらに中国を刺激することは得策ではないと判断していることの表れでもあり、台湾への武器輸出を極めて限定的なものに止めて自国の利益を優先させていると言ってもよい。台湾有事そのものが現実的には未だ中国軍は台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦力投射能力を有していないとの指摘も多いようだが、台湾が置かれた立場と危機感を鑑みれば、兵器の質的な優位性だけは確保したいと考えて当然だろう。ただ、もし仮に F-35 ライトニング2をアメリカが台湾に供給することを認める日が来るのだとすれば、それはいよいよ中国の軍事力が抑制不可能となることを意味するものだとも思え、素直には歓迎できない危険な事態なのかもしれない。
毎年の国家予算を見ればすぐお分かりですが、防衛費は年々増額されていますね。 GDP 比 1% 以内と言っていたのは最近のことだと思っていましたが、増額の理由はお隣中国の軍備力増大です。現在では急務となっている防衛戦略の立て直しを図っていると思われます。今回は国民一人当たり防衛費負担額をランキングで紹介したいと思います。2020年度の国民一人当たりの防衛費負担についての防衛省の発表によると、年間約4万円ということです。一人暮らし世帯の年間電気代が約6万円と計算されているらしいので、比較すると負担としては安いのではないかという意見もあるようです。まあこれは個人個人の感じ方によるところが大きいでしょうから、一概に断定するわけにはいかないと思われます。世界の国々の国民一人当たりの年間国防費負担も防衛省は調査しています。それによると、さすがは軍事大国と言うべきか、アメリカは22万円で日本の約 5.5 倍という計算になります。オーストラリアと韓国は約12万円と言われますから、日本の3倍ですね。こう見ると諸外国と比べて GDP の 1% 以内に抑えられている日本の防衛費はかなり少ないじゃないかという意見も頷けるところがありますね。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所は2020年の世界の国防費支出ランキングを発表しました。それによると、1位は、当然、アメリカ、2位が、やはり、中国、3位が、インド、4位は、ロシア、5位がイギリスという結果になっています。この5カ国で、世界の軍事支出 62% という、大きな割合を占めているのです。この順位は、なんとなく妥当という気がしますね。すべてが原爆を持っている国ということを覚えておいてほしいものです。6位以下は、サウジアラビア、ドイツ、フランス、日本、韓国という順になっています。日本の順位が上位なのは、意外な感じがしますよね。金額的には、日本は491億ドル。韓国は457億ドルなので、国家予算規模から見ると大差はないのですが、国民一人当たりにすると差が出てくるのは人口の差のせいです。韓国国民一人当たり負担と比較すると、人口の多い日本の国民一人当たり負担額は3分の1ということになるのです。防衛費負担の話題を持ち出した理由ですが、台湾有事や尖閣諸島有事を想定した岸田首相が掲げる敵基地攻撃能力の保有、次期戦闘機開発、空母の保有等々、近代兵器価格の高額化などによって、今現在の防衛費額では、到底間に合わない状況になっていることがあります。また、どの産業でも同じですが、自衛隊も人手不足に悩んでいます。国家公務員とはいえ、現場の肉体労働ですから、敬遠されることもあるのでしょうね。キャリア組などの事務職は、競争率が非常に高いようですが、人員不足を補うために、新人を採用するには、まず、福利厚生面の向上、給与などの待遇改善が、一番の方法となるでしょう。自衛官を増やすための待遇改善に向けた予算を確保しなければならないのです。そのためにも、国民に防衛費を GDP 2% 以内まで引き上げることに対する合意を得るためのきっかけにしたいという意図があると考えられています。こういった防衛省の動きですが、コロナ禍で日本の国家財政が疲弊し始めている中で、防衛費を増やすことに対しては、賛否両論があります。当然といえば当然ですね。失業者も自死者も増えているのに、国は何ら手を打たないで自己責任という
冷酷なフレーズを振りかざし、放置している。大げさな表現をすると、一般国民は死なせながら、公務員を増やすのかという疑問は、多くの人が感じているはずです。だからこそ、他国と日本を比較して公表することで、少しでも、国民の理解を得ようとする、いわば苦肉の策とも言えましょう。2021年10月26日、アメリカの外交、安全保障専門のシンクタンク新アメリカ安全保障センターが、毒ガエル戦略という、なんとも気味の悪いタイトルの報告書を公表しました。報告書によれば、中国が台湾侵攻に先駆けて、現在、南シナ海で、台湾が実効支配しているプラタス諸島、中国語名、アズマスナ諸島を先制攻撃して占領するという想定で、模擬戦を実施したが、仮にアメリカが介入しても、中国との全面戦争を覚悟しなければ脱会することは不可能だということです。このシンクタンクが行ったシミュレーションを紹介します。2025年中国人民解放軍海軍陸戦隊特殊作戦兵旅団が、訓練のふりをして、プラタス諸島、台湾軍関係者など500名ほどが常駐に奇襲上陸、制圧し、この500名を捕虜として拘束。その上で民間人などを送り込み、居住させながら、軍事基地として支配すると予測しています。その後、南シナ海での軍事演習などに力を注ぎながら、台湾に圧力をかけ続け、プラタス、東シナ諸島占領正当化を世界に主張し続けていくでしょう。そして、ロシアがクリミア半島を併合した時と同じように、台湾のプラタス諸島奪回への動きを内政干渉として拒絶する姿勢を続けていくことになるだろうとも予想しています。横取りした土地を返せというのは正当な主張ですが、それを力でねじ曲げようということです。歴史的に見ると、多くの国がやった手法ではありますが、現在では通用しないと思いたいものです。軍事力では、台湾は、中国には、到底叶いません。つまり、台湾単独では、プラタス諸島を奪い返すことは無理でしょう。頼りにしているアメリカが、中国との全面戦争を危惧して、諸島奪回に動かないとすれば、台湾は、アメリカ軍を駐留させた上で、中国の強引な抗戦的行動を世界にアピールしながら、外交努力を続けなければならなくなるでしょう。中国が交渉のテーブルにつく条件は、まだ台湾本土からのアメリカ軍撤退でしょう。同時に、アジアにおけるアメリカ軍の存在が地域の平和を脅かすものだと主張するだろうと、新アメリカ安全保障センターは報告書で指摘しているのです。また、アメリカが中国との全面戦争を覚悟して対応しなければ、中国の先制攻撃を防ぐことは困難と結論つけた上で、中国のプラタス諸島や台湾本土への侵攻を思いとどまらせる抑止力になるのは、侵攻して得られる利益より損失の方が大きいと認識させることというのが報告書の結論です。日本の衆議院議員選挙の直前に、この報告書は公表されました。しかし、国政選挙の大きな争点になったはずのニュースは、争点にならないばかりか、マスコミでもほとんど取り上げられることはありませんでした。どこからかストップがかかったんでしょうか。衆院選挙の結果、岸田内閣が発足しましたが、外務大臣には、日中友好議員連盟の会長でもある党内でも、親中派として名高い林芳正氏が就任しました。この時期に、親中派の林氏が外相になっていいのかという懸念の声もあったようです。その声に対応するかのように、林外相は日中友好議員連盟会長を辞任しました。が、中国の訪問要請を受け、
前向きに訪中を検討していると、テレビ番組で発言したので、SNS などが炎上しただけでなく、自民党内からも批判する声が上がりました。現時点での中国訪問は、中国に対してだけでなく、国際社会にも、日本は中国を支持しているという、間違ったメッセージとして受け止められてしまう、恐れがあったからです。岸田首相の考えでは、親中派の林外相を置いたことで、軍事的には、アメリカと同調しつつ、中国との対話路線も進めていこうという意図があったのかもしれません。個人的には、硬軟合わせた、あらゆる道を探すべきと思われるので、賛成なのですが、政府が進めるべきは、中国による台湾や尖閣諸島への侵攻を諦めさせる抑止力を整備することが肝心で、敵基地攻撃戦力として、現在開発中の国産トマホークとも言うべき長射程型の12式地対艦ミサイルの配備を急ぐことという意見があります。こうすることで、中国艦隊の尖閣諸島や南西諸島への接近を抑止できるのではという見方もあるのです。この対艦ミサイルを中国本土までも射程に収める長射程の対地巡航ミサイルとして発展させるという考えもあります。そして、南西諸島や九州地方に数多く配備すれば、核弾頭を持っていない、原爆を持っていない、日本でもかなりのプレッシャーを与え、抑止効果を発揮すると見られるのです。こういった整備には、言うまでもなく、巨額の予算が必要です。そのために、防衛費増額は必須であり、しっかりと責任ある説明を行って、国民の理解を得ることが、まず最優先でしょう。そして、韓国やオーストラリアと同等の国民負担をお願いし、兵器開発を進め配備も促進させ、同時に、自衛隊員の待遇改善を行って、人員不足解消に努めるべきではないかと思われます。2022年に入り、日英での軍事共同開発は加速しています。過去日英同盟時は、世界でも最強の軍隊を西と東で分けていました。今回は、現在に至る日英共同開発同盟を過去を振り返りながら詳しく見ていきます。日本も F3 開発、イギリスもテンペスト計画など次世代戦闘機への開発が加速しています。中国やロシアの戦闘機はどこへ向かうのでしょうか。現在はミサイル攻撃へと世界がシフトしつつある中、戦闘機がどれだけの防衛力を担うのかも大切になりますね。最新鋭ステルス戦闘機で極
極秘偵察任務など多岐にわたる戦闘機が早く完成することを願っています。防衛協力に関して、現在、日本政府と、準同盟国と、位置付されるイギリスが、緊密な協力へと変化している。2020年9月30日に発表された、2021年度防衛予算の概算要求の中でも、日英関係の進化しているのが、手に取るようにわかる。はじめに、日英共同研究の空対空ミサイルの試作費に、12億円が計上されたこと。2021年度の継続事業として、防衛省は、戦闘機用の新たな中距離空対空ミサイル、AAM に関連する日英共同研究費用に、12億円を充てると、予算要求を行った。要求した予算の内容については、新型ミサイルの研究用試作品を作るための、費用と防衛省は説明した。この新型ミサイルというのは、英語では、JNAM、ジョイント、ニュー、エアートゥエア、ミサイルと呼ばれる。日本語に直訳すれば、共同による、新たな空対空ミサイルだが、自衛隊内では、JNAM と呼称している。日本とイギリスが、共同研究を進める戦闘機用の、新たな空対空ミサイルの想定図では、この日英共同研究、自衛ナムプロジェクトは、日本政府が2014年4月に閣議決定した防衛装備品の輸出や国際共同開発に関する新たな原則と呼ばれる防衛装備移転3原則に基づいて進められている。閣議決定が施行された2014年7月、日本政府は国家安全保障会議 NSC の閣僚会合を開き、迎撃ミサイルペトリオットにPAC-2 の部品をアメリカへ輸出させるとともに、F-35 戦闘機搭載のミサイル技術の提供をめぐる、日英共同研究の認可が下りた。日本の武器輸出や、関連技術の海外移転を原則として禁じてきた、長年の禁輸政策から一転し、防衛装備移転3原則の下で、初めてとなる2つの事例を決行することになる。現時点においても、未だ、この2事例しか承認されていないが、これからは少しずつ増えていくことも予想される。対空ミサイル、自衛ナムは、2018年度から、すでに、研究施策の段階に入っている。研究については、2022年度には終了する見込みだと言われている。研究所内で行った試験を踏まえて、現行の、自衛ナムをめぐる、日英共同研究プロジェクトは2023年度に完了するという見積もりである。日本とイギリスの両国は、その後、ミサイルの性能評価などを実施し、量産の可否についても判断すると見られる。自衛ナムは、M、B、D、A 社が、主契約企業となった、アクティブレーダー誘導の視海外射程空対空ミサイル、ブブラーム、ミーティアに、三菱電機のシーカーと呼ばれるレーダーを組み合わせてできている。この小型で高性能の電波シーカー技術は三菱電機が99式空対空誘導弾 AAM-4B 向けに開発したものである。戦闘機用空対空ミサイルの日英共同研究で開発されたミーティアはイギリスを中心にフランス、ドイツ、イタリア、スペイン、スウェーデンの6カ国によって生み出されたものだ。日本もイギリスも、自衛、ラムを F-35 戦闘機に搭載することが見込まれている。日英共同研究に41億円投資した高機能レーダー技術を侮ってはいけない。日本とイギリスの防衛協力は、自衛ラムだけではないということをご存知だろうか。2021年度からは、戦闘機用の高機能レーダー技術についての日英共同研究を新規事業として開始する方針になっている。防衛省が、このために、研究費用として、41億円の予算を要求したことに関しては、
何の言及もない。日英共同研究中の高機能レーダー技術について、防衛省は、概算要求の資料の中で、戦闘機等において、常時の広幅域捜索を可能とするため、将来の高機能レーダーに関わる技術と説明しているが、その将来技術に関しては計り知れないものだ。高機能レーダー技術の研究が世界中から注目されているのは、この技術研究が、概算要求資料の中で、次期戦闘機に関わる予算要求項目の一つとして記述されているからである。そんな理由から、この高機能レーダー技術が、航空自衛隊 F2 戦闘機の後継と言われている次期戦闘機と、イギリスの次期戦闘機、テンペストに用いられるのではないかとの見方が強い。このような観点から、防衛省担当者は、この技術研究は、レーダー能力の向上を見据えたもので、実際次期戦闘機に採用するかは、将来の動向を踏まえて、適切に判断すると述べた。まだ名前も決まっていない次期戦闘機については、現行の中期防衛力整備計画にも記されているが、国際協力を視野に入れて、我が国主導の開発を進めることになっている。また、防衛省は、アメリカ軍とのインターオペラビリティと呼ばれる相互運用性を重要視する一方で、イギリスとの国際協力を狙っているのだ。次期戦闘機に関わる日英協議状況に関して、イギリス政府は、現行の主力戦闘機、ユーロファイタータイフーンの後継機として、名高い、テンペストを2035年までに実戦配備させようと、20億ポンド、約2700億円、投じて調査研究を始動させている。この、テンペストというのは、無人機、UAV 軍との連携計画を含む、イギリスの FCAS の中核をなす機体のことである。その開発を担う、豪華なチームテンペストは、イギリス空軍、RAF の緊急能力局、RCO、BAE システムズ、航空システム担当、ロールス・ロイス。エンジン。MBDA、ミサイル、イタリアのレオナルド、センサーと通信ネットワーク、イギリスのセキュアクラウド、ICT システムなどで構成されている組織である。2020年7月20日付の英軍事週刊誌、ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー、JDW の記事によると、2019年7月に、すでに、テンペスト開発で、覚書を交わしているスウェーデンは、イギリスの FCAS での協力関係を強化しているものの、テンペスト計画への全面的な参加を約束していないと公表している。その理由としては、一同国のサーブグリペン戦闘機のさらなる開発向上、イギリスとイタリア両国とともに、テンペスト計画へのフル参加。3、別の国際開発4、新たな国産戦闘機開発などの4つの選択肢を、スウェーデンが次期戦闘機をめぐって有しているからだと、JDW の記事は指摘した。イギリスの次期戦闘機の開発スケジュールが、日本の F2 後継機と類似しており、日英の連携が、視野に入っていることが伺える。2020年10月15日には、チームテンペストを主導する BAE システムズが、2026年から2050年にかけて、都市平均2万人の雇用を確保し、同時期に、少なくとも、253億ポンド、約3兆4000億円の経済効果をイギリスにもたらすとの試算を示している。こういった経済の動きも含め、テンペスト開発計画の動向については、日本にとっても目が離せないものとなっている。
日本の現在軍事的に置かれている状況は決して優位とは言い難く、早急な立て直しを図っています。まずはミサイル防衛の見直しでしょうが、すぐに対応できるだけの能力が現在はありません。北朝鮮のミサイル開発は進んでおり、中国やロシアと同じ位置です。日本もまた手をこまぬいているわけではなく、新しい潜水艦や護衛艦の開発が進んでいます。今回は、もっか、身型護衛艦を詳しく見ていきたいと考えています。次世代護衛艦として誕生しています。驚くべきは、その運用人員の少なさではないでしょうか。海上自衛隊では、かねてから DE、近海、沿岸海域の防備を担う護衛艦、阿武隈型、6隻の後継艦種の基準排水量3000トン級護衛艦の建造を計画しており、さらに多様な任務に対応可能な、コンパクトな護衛艦として、FFM という、新しい艦種記号が付けられた、も、が身型、6隻を建造することが決定され、その一番艦、も、神は、三菱重工業中崎造船所において、2022年3月に、偽装が終了して収益する予定である。FFM との艦種記号は、FF が、フリゲート、対潜、防空能力を有し、揚陸部隊、補給部隊、小船弾等の護衛を任務とする艦、M が、多機能、マルチファンクショナル、機雷、マインの頭文字を合わせた意味を持つとされ、海上自衛隊がフリゲートに分類される護衛艦を保有するのは、太平洋戦争直後にアメリカ海軍からタコマ級フリゲートを貸与され配備されたクス型護衛艦が除籍となった1972年3月以来の50年ぶりのこととなる。もっか身型は、基準排水量3900トン。満載排水量5500トン、全長 133.0M、全幅 16.3M、喫水 9.0M のコンパクトな艦体に、燃費の良いコダグ方式の機関を採用され、7億馬力の出力で、最大速力30ノットを発揮する性能を持つが、その建造費は、1隻あたり460億円とされ、通常の護衛艦建造費の3分の2で済むとされている。外観上の大きな特徴としては、メインマストと接地機材等をフルカバーするステルスマストが採用されていることで、これは近年諸外国海軍のステルス艦でも採用されており、艦様に個性がなくなるなどとして軍艦マニアなどの間では評判があまりよろしくないのであるが、ステルス性を高める効果は大きい。さらに艦体全体がレーダー反射断面積 RCS の低減を意識したステルス性に配慮されたデザインとなっていて、主艦体と上部構造には傾斜角が付されており、全甲板から続くナックルラインが飛行甲板下の後端まで続いている。また上甲板における配置は、これまでの護衛艦と比べてかなりの変更が見られ、これまでは全甲板に設置されていた東洋病関連の機器、偽装が艦内配置とされた他には、上部構造物を左右の両舷いっぱいに張り出させて、これまでの護衛艦に見られていた上、甲板の通路がない。搭載される兵装には、62口径5インチ砲1門、RWS、遠隔操作式無人重火、12.7mm 機関銃2機、G、ラム、近接防空ミサイルリム116、1機、17式 SSM、艦対艦ミサイル、4連装発射塔2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機に加えて、ミサイル垂直発射装置 MK41、VLS、16セル、1機の搭載も予定されているが、搭載するミサイルについて、検討が進められているために、後日装備となっているほか、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能である。も、
神型の特徴としては、対機雷戦能力が付与されたことにあるが、近年の日本をめぐる情勢から、大規模な機雷戦が発生する可能性が低減したことから、掃海部隊の規模を縮小しつつも、水陸両用作戦における当初防衛には、対機雷戦能力が必要とされていることから、掃海部隊が、そのための配置につくこととなり、減らした掃海艇の分の掃海能力を補完するものとして、対機雷能力が付与されたのである。も、神型には、対機雷戦ソナーシステム、OQQ-11 が搭載されるほか、無人機雷排除システム用水上無人機、USV と、機雷捜索用無人機、UUV の運用が可能とされ、USV は、UUV や護衛艦との間で、情報のやり取りの中継を行うとともに、掃海部の曳航なども行う。UUV は、自立型水中高層磁気機雷探知機 OZZ-5 で、自立で、駆動と制御を行うため、これまでより、広範囲の捜索が可能となっているほか、サイドスキャンソナーに、高周波、低周波合成開口ソナーを用いており、これにより高周波で小型、ステルス化した機雷を探知し、低周波によって、低質海底に埋没した機雷を探知することができるとされている。さらに、情報統合システム C4ISR に関しては、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、磁気統制システム、各種武器システムなどは、オープンアーキテクチャ、OA 化が進められていて、標準化されたネットワークシステムに組み込まれる形で構成され、兵装なども含めて、後日装備のものがあると推測されているが、これは、も、神型の設計思想として、建造開始当初においては、最低限を装備する、ベースラインを設定しておいて、その後の状況を見ながら順次ユニット化した装備を拡充させていくとの考え方があるからであろう。そして、も、神型では、精進員化も図られていて、乗員90名は、同じクラスのフリゲート艦と比べても、かなり少ないが、これは、近年の少子化などの影響もあって、海上自衛隊では、慢性的な人員不足に悩まされていることであり、海上自衛隊で、精進員化に加えて、女性隊員の登用を進めていて、現在建造を進めている艦内においては、対芸型通常動力潜水艦や、この、も、神型には、女性専用区画を設けている。も、神型護衛艦は、現在、1番艦、も、神、2番艦、熊野、3番艦、の城、4番艦、三熊が浸水して偽装中で、5番艦と6番艦が建造中で、22隻の建造が計画されているが、海上自衛隊では、これらの乗組員については、クルー制を採用する予定としている。この、クルー制は、アメリカ海軍では、原子力潜水艦に採用しており、日本でも、やはり、人員不足に悩む海上保安庁が採用していて、これまでのように、護衛艦と乗組員とを一体化させて運用するのではなく、クルーは、それぞれ、任務、休養、訓練を実施して、任務に就くクルーが稼働する艦に乗り組むことになり、クルーには、休養を与えることができ、艦艇も、確実に整備を行えるとされている。ただし、これを実施するためには、同型艦の装備や操作が、すべて同じでなければならないのであるが、熊の方では、そのことへの配慮がなされており、現段階で、後日装備の、兵装や装備が多くなっているのはそのためである。低コストの軍艦を多目的に運用しようとする計画は、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦、LCS、フリーダムや、インディペンデンに、などにも見られていたもので、武装や装備をモジュール化することで、任務に合わせて組み替えることや、
乗員のクルー制勤務などの推進と、コンパクト設計や省力化、省人化などによるコスト低減、効率化などへの取り組みを、も、が味方において試しているとの見方がある。ただ、アメリカ海軍では、この LCS の固定兵装性能の不足から、中国海軍へ対抗するには、不十分であることや、追加モジュールの開発が進んでいないこと、また、そのユニットが、高額なものになり、調達価格が高騰したことなどから、開発を断念している。しかし、アメリカ海軍とは、その運用方針が異なり、近海防衛が主目的の海上自衛隊であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性があり、今後の、も、が味方 FFM の運用に、注目が集まっている。お決まりの軍事力ランキングが発表されました。今回は、このグローバルファイアパワー2022年軍事力ランキングを詳しく見ていきますね。日本の自衛隊装備も、国を挙げて強化しています。日本は、四方の国から、脅威が増しています。敵基地攻撃能力の議論で、政府が閣議決定したようです。重い腰がようやくといったところです。反対の意見は的外れですからね。恒例となっている軍事分析会社のグローバルファイアパワー、グローバルファイアパワーが発表した2022年版の軍事力ランキングによると、ベスト10に変動はなく、日本の自衛隊は第5位にランキングされている。グローバルファイアパワーのランキングの根拠は、各国の兵力、兵数、装備だけでなく、財政力や兵単力なども数値化し、地政学上の要素など、50項目以上の要因をもとに算出した、軍事力指数、パワー、インデックスであるが、その算出法には、賛否両論があるものの目安の一つとして、参考にする軍事評論家が多い。そのグローバルファイアパワーによる2022年の軍事力上位10カ国を見てみると、第1位はダントツでアメリカ合衆国である。国防予算約7700億ドルは2位以下を大きく引き離しており、陸、海、空のどの装備もバランスよく群を抜いているが、やはり特筆すべきは、11隻の超大型原子力空母の保有であろう。2位は、ウクライナ問題を起こすロシアで、ソ連が崩壊した後は、そのウクライナなどのロシア周囲の衛星国が分離独立したため、軍事規模は縮小していたが、伝統的な陸軍国として、戦車や装甲車両、自走砲、榴弾砲、多連装ロケット砲などの火砲の数と質は世界一と言っても過言ではない。もし、ロシアが、本気で、ウクライナ侵攻を企てたなら、2日で首都キエフは陥落するとの見立てもあり、
アメリカ軍を含む NATO 軍が駆けつける暇もないだろうとする声は多い。これらかつての東西冷戦においてその中心であった2カ国に続くのは、近年経済力を後ろ盾に軍事力の増強を著しい中国で、国防予算は2500億ドルを超えてアメリカに次ぐ世界2位である。これまではとにかく旧式の兵器であっても数で勝負をしていた陸、海、空三軍の装備の近代化が進められ、特にジェット戦闘機は第5世代のステルス戦闘機として J20 を国内で開発し、量産して実戦部隊への配備を始めているほどである。また、軍事力によって南シナ海への海洋進出を推し進めようと、海軍の増強にも注力しており、ウクライナからスクラップ同然の状態で購入したアドミラルクズネツォフ級航空母艦バリャングを改修して、遼寧、満載排水量6万7500トンとして収益させただけでなく、それを参考に国内で設計、製造した3道、溜まり排水量7万トンの2隻を保有したほか、3番艦の建設も進められていて、いずれは原子力空母を保有するのではないかと見られている。さらに、原子力潜水艦の建造も進めており、通常動力潜水艦も合わせた潜水艦保有数において、アメリカ、ロシアを抜いて世界第1位となったほか、もちろん陸、海、空どれを見ても、それぞれの兵器装備の保有数は、総兵力も含めて飛び抜けているのである。グローバルファイアパワーのランキングでは、このトップ3カ国が突出しており、特に、中国の大幅な伸びに追従できる国はなく、このままで這いずれ、アメリカ、ロシアと肩を並べるどころか追い越すであろうと見られているのである。このビッグ3に続く第4位の国は、やはり、近年軍事力強化に力を入れているインドで、国防予算は約496億ドルと、日本、約474億ドル、と、大差ないが、総兵力513万人陸上装備の数では、中国と肩を並べている。近年は、海軍力の増強に注力していて、ロシア海軍の重航空巡洋艦、アドミラル・ゴルシコフを購入して、スキージャンプ方式で発艦させる短距離離陸高速着艦、ストバー方式の航空母艦として、大改装を実施した、ビクラマーディティア、満載排水量約4万6千トン、を運用しているほか、国産空母2隻、ビクランと、ビシャルの建造を進めている。そして、ここ数年は、第5位の座をキープしている、日本の自衛隊であるが、近年では、6位の韓国が、防衛予算を増額させているためもしかすると並ばれるか、あるいは抜かれる可能性があるとの指摘が出ている。そして、インターネット上では、グローバルファイアパワーの調査によって公表された自衛隊のデータを見て、その信憑性について疑問符がつくとして物議を醸している。今回発表されたグローバルファイアパワーによる自衛隊のデータでは、国防予算474億ドルで総兵力30万人とされているのであるが、2020年3月末時点の自衛隊員数は自衛官24万7154人であるとの指摘がある。ただ、他国軍で予備役にあたる予備自衛官が4万7900人登録されており、この数字を足せばほぼ合っており、グローバルファイアパワーが掲げる各国の総兵力は、現役足す予備役足す準軍事組織であるとの指摘が出ている。陸上の兵器については、戦車1004両、装甲車両5500両、自走砲214両、榴弾砲480門、多連装ロケット砲99両とされているが、2021年における国際戦略研究所 ISS が公表している自衛隊の戦車保有数は677両とされている。しかしながら、近年、陸上自衛隊では旧式戦車の退役が進んでおり、一説では純粋な戦車は400両程度とも言われているのである。
この戦車のことについても、グローバルファイアパワーでは、主力戦車以外に、軽戦車や駆逐戦車なども含まれるほか、キャタピラー機動化タイヤ装輪化の区別もされていないとされ、装輪装甲車である16式機動戦闘車などが戦車としてカウントされている可能性があると指摘されている。海上自衛隊の護衛艦と潜水艦については、空母0隻、ヘリ空母、教習揚陸艦4隻、巡洋艦、駆逐艦36隻、フリゲート4隻、コルベット6隻、潜水艦21隻、オフショア巡視船6隻、掃海艦22隻とされており、ほぼ現状に即しているが、オフショア巡視船とは、他国においては、沿岸警備隊など海軍に準ずる組織の艦艇を指しており、日本の海上保安庁は、警察組織であるので、自衛隊が保有するとされる6隻が、どの艦種を指しているのかは、不明である。そして、最も議論を呼んでいるのが、航空機数のデータで、戦闘機217機、攻撃機23機、トレーナー425機、特殊任務機164機、輸送機59機、空中給油機7機、ヘリコプター554機、攻撃ヘリ119機とされていることに対して、戦闘機、攻撃機、トレーナー機の数がおかしいとする指摘が上がっている。2021年8月時点で、航空自衛隊が保有する戦闘機は、F-15J、JD、F-2、F-35A 合計で273機であり、グローバルファイアパワーのデータは、総数も、戦闘機と攻撃機の内訳もおかしいとする指摘がある。ちなみに、ランキングでは、日本の次の第6位が、韓国、第7位フランス、第8位イギリス、第9位パキスタン、第10位ブラジルと続いていている。グローバルファイアパワーの軍事力ランキングについては、兵器の質に関係なく、数字のみの参考程度にしかならず、さらには、弾道ミサイルなどについては、評価項目に入れられていないことからも、ランキングに意味はないとして、これを見て一喜一憂する必要はないと、指摘する声が多い。冬季五輪が開催中の中、中国は何も軍事的な挑発はしてきていません。むしろロシアだけかなといったところです。今回は宮古海峡を抜け太平洋へと展開した遼寧を詳しく見ていきます。驚くべきは護衛艦出雲が単独で監視中でしたし、いつ F-35B 戦闘機がやってくるのかも、ヒヤヒヤしますよね。日本にとっては、抑止力を手にした瞬間です。そうだ、自衛パルスって知ってますか？詳しく話しますね。
2021年も押し迫った12月中旬、中国海軍の一隻目にして、練習用の航空母艦、遼寧が、ジャンカイアイアイ型、054A 型フリゲート艦2隻を随伴させて、東シナ海から太平洋に進出。これを日本側が追尾、監視する事態が発生した。中国海軍の航空母艦、遼寧を中核とする艦隊は、母港である、山東省の青島、港から、東シナ海を、長崎県の男女群島の西方海上方面へと、南東に進み、沖縄県の宮古海峡を抜けて、太平洋方面に至り、大きく、2カ所の海域で、演習を行った模様だ。その後演習を終えた、遼寧らの艦隊は、元北航路を逆に航行して青島を港に戻っており、九州、沖縄、台湾、フィリピンを結ぶ第一列島線に対し、これを越えて太平洋に至るお決まりのルートで行動を終えたことが伺える。中国の国営の中央広播電子総台の軍事専門チャンネルの番組によれば、航空母艦、遼寧は太平洋において演習を実施したと説明しているが、この時用いられた写真の中には、海上自衛隊の艦艇が、しっかりと、その姿を見せていた。その写真は、中国海軍艦艇の艦載機であるヘリコプターから、撮影されたものとされているが、そこで捉えられていたのは、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の、出雲、であり、遼寧の監視任務に、直接従事していたことが、明らかとなった。海上自衛隊側からも、遼寧の艦首のスキージャンプ式の発艦装置から、今、まさに戦闘機が離陸している瞬間の写真が公開されてはいたが、この監視に、護衛艦、出雲、が、直接、しかも単独で当たっていた、可能性までが言及されていなかった。他にも、民間の衛星画像を提供する企業の情報でも、遼寧と、出雲、極めて近い位置で並走している様子が捉えられており、期せずして、中国海軍と海上自衛隊の航空母艦に類する艦艇が直接対峙したものと言えそうだ。護衛艦、出雲、は、現時点では、まだヘリコプターを艦載機として運用する艦艇ではあるものの、護艦防空能力等は、最低限の並走しか装備しておらず、基本的に随伴する他の護衛艦に、そうした部分は任せているため、かなり意外な対応にも感じられる。海上自衛隊でも、今回の遼寧の追尾、監視任務に、出雲、が当たっていたことは公表していたが、こうした行動に、同艦が単独で従事していたことは、前述の並走面を考慮しても、少なからぬ驚きを関係各所に与えたように思う。そんな県の護衛艦、出雲、だが、2021年10月には、四国の沖合の海上で、山口県の岩国、基地に所属するアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の離着陸テストを成功させており、予定されている航空母艦化改修へと踏み出している。この時の様子を、海上自衛隊では、約2分強の動画として、ツイッター上に投稿しており、耐熱加工の施された飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型が舞い降りる姿や短距離制動によって離陸していく様子を確認することが可能である。今年2022年度の防衛予算案は今回の遼寧が青島港に寄港する前日の12月24日に閣議で承認され、その総額5兆4000億円に及ぶ過去最高の予算額のうち、出雲、型護衛艦の改修費用としては、約61億円を含んでいることが確認された。これは、2021年の夏の時点では、実は約67億円と試算されていたものだが、今回の2022年度予算案の承認にあたっては、およそ 9% に相当する6億円を予定よりも削減できており、貴重な予算を自助努力で節約したものらしい。さて、2022年度予算案の61億円の中身であるが、まず、
約36億円分が、護衛艦、いずもへの全天候型着艦システムの調達に充当されるが、これは、アメリカ海軍と同国レイセオン社が、共同で開発を行っている、自衛パルスと呼ばれるものである。自衛パルスとは、ジョイントプレシションアプローチ&ランディングシステムの頭文字のことで、GPS 信号と管制後方装置を用いて、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型等の航空機を、いかなる気象条件下でも運用可能とするものだ。逆に、言えば、2021年10月に、このシステムが備わっていない状況下でも、護衛艦、いずも、へアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング2B 型が、着艦を成功させていることは、好転下であれば、すでに、その運用が可能だと示したとも言えるだろう。ちなみに、護衛艦、加賀、用の、この、自衛パルスは、2022年度の予算案には組み込まれておらず、こちらは、別途2023年以降の予算での取得となる見込みであり、航空母艦化改修の進捗と、段階に合わせて、個別に行われることになる予定だ。次に、2022年度予算案に盛り込まれているのは、約12億円のアメリカ軍の協力に対して支払われる経費であり、自ら、F-35 ライトニング 2B 型の入手途上にある日本が、前述のように、アメリカ海兵隊の同期の支援等を仰ぐことに充当される。ついで、2022年度予算案には、約13億円の護衛艦、加賀、に向けた工事経費が含まれており、これは、運用する航空機の離着陸を完成する、環境内の視認性を向上させるためのもので、詳細については、今後明かされるものと考えられる。現在までのところ、護衛艦、いずもの航空母艦化改修の終了は、2026年度中、一方の、加賀、は、2027年度中までが目標とされており、両社とも、もともと、5年に一度が予定されていた大規模点検に合わせるスケジュールで進められている。しかし、固定翼、機の運用を、戦後初めて行うこととなる海上自衛隊では、特に、艦内の区画を、合理的な配置に改めるには、詳細な検討が不可欠との判断を下しており、先行して F-35 ライトニング 2B 型の運用を行うアメリカ軍等からの情報収集を継続する見込みだ。最も肝心な F-35 ライトニング 2B 型の機体そのものの調達については、2020年度予算で6機を約793億円、つまり1機あたり約132億円で、2024年度内に最初の機体を受け入れる予定で進行しており、以後も、年度ごとの調達が続く。2021年度は、約259億円で、2機、1機あたり約130億円、2022年度は、約510億円で、4機、一機あたり約128億円と若干ずつではあるものの、イニシャルコストも低減が図られており、総数では42機の調達を目指している。もともと日本が出雲、片護衛艦を航空母艦化し、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機をしようとしているのは、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の防衛用に航空戦力の選択肢を増加させる目的が大きいのだろう。ただし、最短でのこれらの準備にも、現在からは、まだ4から5年先になる見込みであり、その将来までに、いわゆる第5世代戦闘機たる F-35 ライトニング2の持つ能力が優位性を保持し続けているのか、若干の不安を感じないこともない。すでに、中国は、国産の第5世代戦闘機、
J-20 について、課題だと指摘されてきた、機関部の生産を軌道に乗せ、2021年中に150機以上とも言われる配備を行うのと並行して、さらなる増産体制に入ったとも報じられているからだ。